メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズ所属。日本での愛称は、オビ、オビちゃん。2002年1月20日に、ボストン・レッドソックスと契約。当時は、遊撃手だった。2003年は、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レッドソックスでプレーしていたが、オフの11月3日に放出された。2004年1月23日にシンシナ・ティレッツと、マイナー契約を結び、 投手に転向。同年は、球団のマイナー最優秀投手に選出された。2006年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグで14試合に登板し、4勝5敗、防御率2.04だった。2007年、読売ジャイアンツの春季キャンプに、テスト生として参加し、育成選手として契約。イースタンリーグで、巨人史上二位の最速時速キロメートルを、 記録するなど9位はあったが、春季キャンプの紅白戦でボークを2回犯すなど、投球技術と制球力に課題があった。6月29日に支配下選手登録。2軍では11試合に登板して5勝2敗。47.1回を投げ出す三振51、防御率は3.99だった。8月14日に1軍登録され、同日の広島東洋カープ戦の8回裏に、 初登板。シーズン終了後、鈴木誠と共に、故郷ドミニカのウィンターリーグに派遣されたが、右肩の違和感から、再度育成選手として契約することが決まり、2008年1月25日付で、一旦自由契約となった。同年7月30日に、再び支配下選手登録される。今度は一軍登板がなかったが、二軍では37試合に、登板。 34回を投げて、脱三死に41、1勝3敗21セーブ、防御率4.24を記録し、イースタンリーグ最多セーブ投手となる。2009年は2軍スタート。マーク・クルーンの故障離脱もあり4月25日に昇格。28日の広島東洋カップ戦では、次の回の登板に備えてベンチ前で、キャッチボールしていたところ、3度も冒頭してたが、 フィールド内に侵入したため、その度に試合が中断し、急進にベンチへ下がるよう命じられた。中継で数試合当番後、外国人枠の関係から降格した。6月2軍の先発不足の事情から先発に転向し、高騰すると、クルーンの再離脱により6月16日に再昇格。7月2日の対広島東洋カープ戦で、初先発し、コルビー・ルイスと投げ合い。 6.2回を1失点で来日初勝利を挙げた。育成選手出身投手による先発勝利は史上初。また、7月22日の横浜ベイスターズ戦では、三浦大介と投げ合って2失点で、育成選手出身投手史上初となる関東勝利を挙げた。この時、嬉しさのあまり自身のグラブとウイニングボールを球場ベンチに置き忘れた。その後、 クルーンの復帰によって2軍に降格したが、セスグライシンガーの故障で再度昇格し、9月17日の阪神タイガーアース戦で約2ヶ月ぶりの勝利を挙げた。この試合の6回をもって、プロ野球史上13人目、セリーグでは6人目となる1イニング4奪三振を記録する。また、優勝を決めた9月23日の中日ドラゴンズ戦に先発、谷元に、 一時一点差まで追い上げられる、本塁打を浴びるも、7回3失点で勝利し、優勝投手となった。中日と戦った、クライマックスシリーズ第2ステージでは、第2戦に先発し5.2回を2失点、北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、第3戦に先発し、3本のソロホームランを打たれるも6回、3失点で、それぞれ勝利投手となる。 育成出身選手によるポストシーズンと日本シリーズでの勝利投手は史上初、オフシーズンに再のドミニカのウィンターリーグに派遣された。2010年4月25日の対広島戦で上野博文から来日初本塁打を放った。この日は投げても7回に失点に抑え、シーズン初勝利を挙げている。しかし、その後は不安定な投球が多く二軍落ちや中継ぎへ。 配置転換されるなど、前年のような安定した投球は見られず、14試合で2勝3敗、防御率5.21の成績で終わった。2010年11月、砂が秀樹、近田俊正と島里の交換トレードで、北海道日本ハムファイターズへ移籍。背番号は12に決まった。2011年は、 プロ入り初の開幕一軍出場を果たしたが、シーズン初登板となった4月12日の対埼玉西武ライオンズ1回戦で、ホセ・フェルナンデスに本塁打を浴びるなど、1回5失点だった。結局2試合しか登板できず、10月19日付で、加藤武晴と共に戦力外通告を受け、10月31日に自由、契約選手公示された。2012年2月2日に、 フルスの新ナキレッツとマイナー契約を結んだ。AA 級ペンサコーラブルーアフーズで開幕を迎え、5月14日にトリプル A 級ルイビルバッツに昇格するも、10試合で19回維持、3王投げ14失点を喫し、5月21日に降格する。ペンサコーラでは10先発を含む25試合に登板し、5勝2敗、防御率2.23。 ホイップ0.91の成績を残す。11月5日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。2013年は、トリプル A 級、グーイネット・ブレーブスで54試合に登板し、2勝4敗、9セーブ、防御率3.53だった。オフの11月1日に、ブレーブスとメジャー契約を結び、40人枠に加わった。2014年2月25日に、 ブレーブスと一年契約に合意した。開幕後もメジャー昇格はなく、5月31日にディフェとなった。6月1日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍。同日に AAA 級インディアナポリスインディアンスへ移動した。AAA 級では26試合に登板し、0勝2敗、防御率3.77だった。オフはドミニカのウィンターリーグに参加し、 ベストレージャスオリエンタレスに所属。12月2日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結ぶ。2015年7月25日に解雇となった。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年2月2日にメキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約した。サルタンズではクローザーとして定着し、2016年は22、セーブを挙げた。 翌年以降も28セーブ、24セーブ、30セーブを上げる活躍を見せ、球団のセーブ記録を更新した。2020年は、新型コロナウイルス感染拡大により、メキシカンリーグが開催されなかったため、ドミニカ共和国のウィンターリーグのみでプレーした。ウィンターリーグ出場のため帰国中の11月23日、ドミニカ共和国の 新型コロナウイルス感染拡大防止のために、定められている外出禁止令に違反したとして、逮捕され、出場中だったウィンターリーグより無期限出場停止処分が下された。2021年も、サルカンズと契約し、16試合に登板し1勝3敗、6セーブを挙げていたが、7月2日に、プエブラ・パロッツにトレードされ、7月13日に、モンクローバ・スティーラーズに、 再びトレードをされた。スリークオーター君のホームからの最高急速時速 158km の速球、スライダー、チェンジアップ等が武器。荒れ玉だ,だが日本での通算よ支球率2.72と支球は少ない。また、インステップで投げ、右打者からの被打率は左打者からの被打率に比べて低い。元遊劇手で瞬速であり、2軍で三塁打を放ったことがある。 また、前述のリーグ優勝決定戦と、クライマックスシリーズでは、セーフティースクイーズを成功させている。2009年までスライダーの握りを知らず、手首をひねって無理やり画流で曲げていた。当時の監督、原辰則から伝授された、正しい投げ方で投げたところ、それまでは横にしか変化しなかったボールが縦にも大きく、変化したため、本人も、 本当に自分が投げたのかと驚いたという。この変化球は腹の名前からハライダーと名付けられた。ありがとうございます。